皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は最近行われた時事通信の世論調査の結果について私なりの視点から深掘りしていきたいと思います。そう。岸田内閣の支持率が16.9%へと落ち込み、支持率は初めて60%台に達したのです。これは何を意味しているのでしょうか最初に事実をおさらいしましょう。内閣の支持率は前列1.7ポイント減、そして支持率は6.4ポイントの上昇を見せました。これは安倍内閣の時以来となります。政権の支持率は低下する理由には、 期待が持てない政策がダメ首相を信頼できないといいとう声が上が上っていますでは、次に私から見たこの問題の根元原因について考察しましょう。私は、この支持率の低下は政治と対話の欠如にあると考えます。政治が民意から遠ざかり、多様な声に耳を傾けることが少なくなっている現状、そこに問題の確信があると私は感じています。例えば、内閣支持率の低迷ながら、政党支持率は自民党が16.3%と惜しいです。しかし、支持政党なしは64.7%と圧倒的に多い。これは 国民はは政政治治に何を求めてていいいるるかそそしてそれが現現在の政治からは期待でできないという現実ですすす反論する声もあります今の政治は安定している大きな問題が起きていないと確かに一面的にはそうかもしれません。しかし、これは長期的な視野で日本の未来を本当に豊かにするのかという問いかけが重要です。安定とは時に停滞を意味することもありますから。さて、結論へと戻りましょう。支持率の低下はただ単に筋の問題ではありません。国民と政治の間に存在する信頼の断絶、そして対話の不足が最大の 課題です私たちは望むのは多様性を尊重し前向きな変化をもたらす政治。国民一人一人の声が政治に反映されること。それには、まず政治と国民の間にある壁を取り払うことから始めるべきです。それでは、最後に私の主張を簡潔にまとめます。政治と国民の信頼関係を取り戻し、もっと対話を活発にすること。それは、日本が直面する多くの課題を解決へと導く鍵になるはずです。ご視聴ありがとうございました。モノモースでした。